つまり大砲の一撃を食らっておいて失ったのは足一本。正直驚いたな。今はどうしているんだ。かの人には我らが道具や物資を供給しておる。以来薬室にて働いておられる。上様のために戦いに加わりたいみたいだったわ。けどどうやって成し遂げるつもりなのかしら、その障害で。なーに、すぐにわかる。密偵はどうであった、隼人殿。藪の御殿を見てきた。広くて守りは固い。塀で囲まれていたが、ユキが中に入れるところを見つけた。頼もしいな。そういえばユキ殿はどこにおるのだ。はい、お侍さん。ふっ、無限よ。若い衆は実に好奇心があるの。会えて嬉しいよ、じいさん。おお、若い忍びの隼人じゃの。わしも嬉しいぞい。琢磨殿、もう準備が整いましたか。ちと体が鈍ってしもうたかの。荷物は軽く感じるわい。では作戦を話し合おう。ヤブ大名の悪行は明るみになった。影様とつながっているだけかもしれないが、拙者は奴こそが張本人だと考えておる。方法は一つしかないな。奴に近づくにはもう動いた方が良さそうだ。奴が直に我らに気づくのは間違いない。最も危険な作戦になるかもしれんな。うん、ならその心構えが欲しいの。これを一人一人に作ったんじゃよ。火縄銃か。見たこともないほど小さいが、よくできているな、じいさん。最終手段として使うんじゃ。わしの一つ目の貢献じゃ。次のはヤブ討伐となるじゃろう。なら俺が一緒に行くぜ。あらゆる助けが必要だろう。私も行く。ありがとう、感謝するぞい。よし、必要なことは何でも協力いたそう。では拙者は江戸へ向かう。上様へ計画をお伝えせねばなるまい。なら私も共に向かうわ。戦場以外で二人でいられるのは久しぶりになるわね。嬉しいことだ、愛子殿。では準備をさせていただこう。つまりこの三人だけで警備のきつい御殿にいる大名様に対抗するってわけか。見込みの低い作戦だな。盗まれたがってるものもあるだろうけど、その子たちのためにやるんじゃない。ヤブ大名を倒すため。傭兵と子供、どんな物語になるんじゃろうの。以前より数が多いな。ヤブの挑戦ってわけか。わしが逃げたのも知っておる。奴が警戒するのも当然じゃ。鎧で武装した護衛が3人中庭にいる。正面攻撃はすべきではなさそうだ。お茶を飲んでるよね。なんだ、いい犬だ。いつも小さな島のところでお茶を飲んでるのよ。ほう、いい作戦じゃの。この薬を持っていきなさい。こいつを飲み物に少し混ぜてやるんじゃ。あの塔はどうだ。あそこから射撃できるんじゃないか。うん、奴を外に呼び出せれば可能じゃの。護衛たちが奴の死を見るってこと。そしたらみんな一斉に私たちを探し始める。ならもらった火縄銃をついに使うことになりそうだな。
その時まで使うのを取っておくべきじゃ。それと爆弾も持っておる。緊急の時のためにの。ほう、そいつはよかった。よし、始めよう。音を立てるな。刃が血を欲しがっている。さっさっ賢明じゃの。蛇みたいに。おお、なかなか面白い設計じゃの。お主のものか。うん、いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。そうなのかい。どう動くか見てみたいの。後で見せてもらえんか。はい、いいですよ。静かにして。うそう、静かにね。楽しいわね。ああ、我慢じゃ。水のように動け。上に行こう。若い力じゃの。うん。おお。何あれ。重傷を強化せんとな。足に銃。徳馬先生が作ったんですか。隠し兵器。足元の杖が重心か。考えたな、じいさん。つまり書類をなくしたということか。それでは誰でも鶴山に来られてしまう。お許しください。ヤブ様の護衛も攻撃され、タクマが逃げました。愚かなやつじゃ。幕府の武官がタクマを救出させおったな。以前老いた方は我を殺そうとした。将軍がここまで来ぬのなら、タクマが来るであろう。貴様の無能の代償がどの程度か理解できたか。ははヤブ様、失敗いたしました。心より恥じております。この卑しい私めに切腹をさせていただけますか。いいだろう。せめて品位を持って死ぬがよい。お前、介錯人を務めよ。ありがたき幸せ、ヤブ様。すぐに取り行え。将軍め、紙と筆を用意しろ。影様へのお手紙をお書き申し上げる。残りのものは死体を片付けておけ。妻と茶を飲む前には終わらせろ。奴は影様ではないようだ。そのようじゃな。じゃが、されとて同じ。ヤブ大行は死ぬべきじゃよ。報復を考えてるぞ。そう言っているよ。ああ、晴らすべき恨みはあるの。じゃが、こう考えるんじゃ。もしここで逃がしたら、影様を支え続けるじゃろう。悪いやつね。わかってる。どうします、隼人先生。いいさ、復讐したいってんだろ。じいさん、しようじゃないか。そうだな。どちらにせよ、報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。素早い担当さばきじゃの。過酷な毎日じゃったかの。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。できるわよ。仕事だ。静かにね。刀を使うか。静か。
こそこそと。まずいわね。出だ。突入する。手裏剣が使える。風を切る。突入する。頂戴する。突入する。いいな。近道をする必要がある。謎謎楽しいわね。落ち着け。音を立てるな。準備完了。俺が敵の気をそらす。この仕掛けがいっぱい。突入する。いつでも準備ができている。個人的待っても無駄だな。水のように道はまっすぐとは限らない。待っているぞ。猫と鳥。誰もいらないんでしょ。突入する。刀を使う。静かに。水の行かないの？どうしたんでもないな。
我が刃は鋭い。手裏剣を使おう。なぞなぞかな。小刀さん、今行くわ。でも準備はできている。突入する。行かないの？静かにして。数よりも腕だ。水のように動け。泳いで渡る。わしはいかぬ。水は足に良くないじゃろ。突入する。道がないぞ。水のように動け。仕掛けがいっぱい。待っているぞ。刃が血を欲しがっている。静かにね。小刀はダメよ。ふっ。あの皿の上は何かしら。茶を出しておったようじゃの。わしらが茶を出して金を鳴らさんとの。その間に毒でも入れるかな。よし、茶の中に雲を入れたわ。ならずらかるぞ。はい先生。急ごう。行くわ。
上出来。マッド突入する。準備いいわよ。素敵なメロディー。今の準備完了。逃げ身に隠れているのか。剣術、水のように動け。行かないの？こそこそと。仕事だ。体術。音を立てるな。そうだね。小刀さんはお休み。話はまだ終わっとる。誰も気づかんわい。ああ、少しの間じゃ。数よりも腕だ。猫と鳥、できるわよ。中には何が入っていたの？ああ、長年の痛み。みんないるか？ここです。うん、確かに。ってことは終わらせたんだな。ヤブは死んだ。影様への次なる手がかりを探す必要があるな。ああ、その心配はしとらんかったの。奴はまだわしらの方には現れんかもしれんの。奴に大打撃を与えたからの。とにかく無限のところへ帰ろう。よし、ではここから去ろう。Thank you.